どうも、まなつです。今回はポリッシャーレビューとなります。こちらアストロプロダクツさんのポリッシャーなんですね。コンパウンドとバフ、そして粘土までついているセットが販売されたということで、これはねどうしてもレビューしたかった、非常に気になる一品だと思いますので、早速レビューしたいと思います。それではどうぞ。それではそれぞれ見ていきましょう。コンパウンド、これねソフト99さんのコンパウンドなんですね。2種類あります。まずこちらが超鏡面用ということで、まあ仕上げだったりとか濃色者黒用のコンパウンドになりますよね。こちらこれが傷消し用3000と書いてあります。洗車傷等々を消す場合はこちらを先に使って後で仕上げ用のものを使うといった工程になります。そしてバフです。黄色いものが固めの先ほどの傷消し用のものに当てがる。そしてこちらが柔らかいグレーのバフ、仕上げ用になります。何を選んでいいかわからないという方はこういったものがすでについているというのは嬉しいかもしれないですね。そして粘土、これね粘土までついてるなんてね、やっぱり磨く時にはまず洗車はしますけども、粘土でしっかり鉄粉を取ってから磨いた方がいいですよと。しかも粘土でねリスクがあると言われている粘土傷ぐらいでしたらもう全然研まで経験までも取れますよということで、この粘土が書いてあると思います。今回は使用しませんけども、初めてねボディを磨くという方に関しては、まあ、洗車しっかりされると思いますけど、この粘土も使用して鉄粉をしっかり除去してから楽にね磨くことができると思います。そして本体ですけども、これね限定ということでレッド、通常ですと色がネイビーのものが販売されているようです。通常品ですとポリッシャー単体の価格が 15,180 円ですが、今回限定セットはバフコンパウンド粘土もついて同じ 15,180 円なんです。大変お買い得なセットですよね。さあ開けてみましょうかね。はい、まずハンドルが2つついてます。工具と替えのカーボンブラシもしっかりついています。取説見てみましょう。製品仕様見ていきましょう。重さが 2.2kg でね、 750W で回転数が2000から5300ということなんで、スペックで言うとね、もしかしたらルペスマーク3と BR の間ぐらいというか、私が気になったのがこれよ、メンテナンスでねカーボンブラシの交換方法までしっかり書いてあるってちょっと珍しいんですよ。この辺書いてあるとね、もしねあれちょっと故障かなと思った時にこれをねしっかりと見返しておけば、あなるほどなと分かりますから。そしてこのポリッシャーに関しましては半年間の保証期間がついているということになってます。はい、こちらケースにも書いてますけども、ダブルアクションですのでと、研磨力が低く短時間で磨く作業にアフ向きですけども、目消しやツヤ出しといった仕上げ作業に適していますと、初心者でも扱いやすいということが書いてます。はい、そして本体です。形で見るとやはり横型のねよくあるパターンなんですけども、僕はねあのこのヘッドの部分がねちょっとこう鴨の端チックなんで、僕は鴨の端型なんて勝手に呼んでますけど、はい、これ15オービット15ですね。こちらにも書いてありますね、スペック書いてあります。でスイッチ、ここは僕ちょっと押しにくいかなというイメージはありますけど、ここで回転変えられますね。でここでカーボンブラシを変えるんですよ。うん、分かりやすくなってますね。さあパッドです。うん、純正のものは少し分厚めの、うん、ゴムですかね。せっかくなんでねこれを外して、よくあるプチカスタムじゃないですけどアルミパッドが付けられるのかどうか、うん、このようにパッドにもうすでにビスが付いているパターンですね。125のサンディングパッドと、はい、アルミパッド用意しました。つくのかな。やっぱりねアルミにすると高さ変わりますね。この分違います。ただねパッドを取り替えるのは魔改造となりますので、使用に関しては自己責任でお願いします。純正パッドでもスイッチ入れてみましょう。1から6まで徐々に上げていきますね。意外とぶん回りますよこれ。そんなにね本体のブレもなかったな。それでは磨いてみましょう。持った感覚はね意外と軽いし、持ちやすさはだいぶありますね。もしハンドルが必要であればね、ハンドル自分のしやすい方をつけてください。そしてバフ、必ずパッドの真ん中につけていただいて、
こちらの気づけ仕様のコンパウンドとハードのものでやるんですけども、初めて磨く方に関しては先に優しい方、柔らかいスポンジで表面仕上げのコンパウンドでやって、それで傷が取れなければこちらのセットを使ってください。意外といいかもよ。このバフの厚みがあるんで、最初は若干暴れます。まあ、それこそ回転数が1とか2の場合はですね。ただ4、5ぐらいになると回転が結構しますので、押し当てることなく、この本体の重みだけで磨くことによって、かなりバランスは取れるようになるので、ちょっとスポンジ変えてみましょう。私こういう横型のポリシャー慣れてるからね、今バランスいいですわって言いましたけども、近づいてみると分かるんですけど、回転を6ぐらいでこうね流してる時にちょっとこうねバランスが崩れた時がゴッと入り、なんていうんですかね、縦になってしまいそうになりますので、あまりこう初めての方は6とかで分回すってことはされない方がいいと思います。はい、次はね側面磨きます。まあリアゲートですけどもね、今こんな感じ、かなりね状態悪いんですけど、まあ、こういった状態の車がねポリシャーでどのぐらい綺麗になるかってやってみましょう。最初はこれのセットです。4ぐらいかな。まずねこういった横を磨く分にはまあほとんど問題はないんですけど、ちょっとねこれがねまあまあ軽い部類だと思いますから、少しこうねバランスを取るときに若干だけでも圧をかけた方がいいのかなって感じ。ただかきすぎるとこのようにわかるかな、あのね、焼きついちゃったりしますんでね、ここは気をつけなきゃいけないポイントですね。こっち磨いてません。これねライト映ってると思います。そして磨いたところ、はい、ちょっとねボディのカラーで見えづらいかもしれないんですが、全然今さらっと磨いてこのぐらいまではいきます。例えばシミとかね軽度な傷ぐらいであれば今のパターンで取れるというのがわかりますね。初心者の方はあまりお勧めできないんですけども、慣れてきたらこんな使い方もありますよという一例です。まずアルミパッドを装着しました。そしてウールバフオールインワンを使って磨いてみましょうか。こっちを磨きます。ということで本日はアストロプロダクツさんのダブルアクションポリシャーの限定セットをレビューしました。マナチ的総合評価 3.9。 初めての方でも迷わず磨けるセットというコンセプトのもとに作られて、粘土だったりコンパウンド、バフをセットにしていますので、本当に DIY で初めて磨きたいという方に関しては非常に有効的なセットだと思います。しかもですよ、これだけのセットがついてて値段が
税込みで 15,180円ということで、もう単品の場合はこれのみで 15,180円ですから、この丸々セットがないわけですよね。若干のブレは感じました。どちらかというと本当回転数が結構高めですので、でトルクもありました。ですので磨くにあたっては所注意さえ気をつけていけば、それなりの傷しみは追いかけられることができるんじゃないかなと思いました。例えばルペスのように少し重かったりテクニックが必要だったりっていうのも必要ないですし、本当に扱いやすさはかなりあったと思います。じゃあこれがね、少したしなんだ方にとってみたらどうなのかということなんですけど、先ほど使ってみましたけども、アルミパッドをつけてウールバフ、そして私どもが使うようなコンパウンドを使ってみてということも不可能じゃない。これがね、面白いと思いましたね。例えば最初にね、初めて磨くわけですから、そんなリスクを負いたくないという方は最初のセットでいいと思うんですよ。で、後からちょっとずつ、まあ魔改造の部分になりますんでね、まあプラスアルファのお金を考えて、アルミパッドが1万円前後、まあウールとかバフは消耗品ですから、その都度交換していくというところと、そのトータルの金額だけで見てもこれはお買い得なんじゃないかなと思いましたね。まあね、よくある中国系ノースルーフとかのポリッシャーありますよね。Amazon でも売ってると思いますけども、その辺と対等に渡り合うぐらいのスペック、ポテンシャルはあると思います。ただね、先ほど申しましたけども、DIY 向け初めて磨く方用のセットということで、コンセプトがしっかりあって販売されているものですので、もうね、いろんなものを使って磨いてるよという方よりはですね、初めて磨きたい、ちょっとこう横長のものを使ってみたいっていう方には、いい一品じゃないかなと思いました。ということで本日はここまでの動画となります。この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。